あの、富安系 YouTuber の猿です。皆さんにちょっとね、皆さんお伝えしたいことがございまして、今緊急で動画撮っております。いや、お伝えしなければいけないことというか、これ大ニュースですよ。大ニュース、大。何かと言いますとですね、なんと、我らが富安武洋、スーパートム、アーセナル、10月の、月間 MVP に選ばれました。おめでとうございます。マンオザマッチありますよ。一試合ごとのマンオザマッチってのありますけど、月間 MVP。これはとんでもない偉業ですよ。とんでもない偉業。いやー、ちょっとびっくりしましたね。というか、この喜びを皆さんにお伝えしたくてね、今緊急で動画撮ってるわけですよ。僕が投票を皆さんにお伝えした時は、時点のライスが 33.13%、富安が 56.67% と、23% ぐらい差をつけて、まあ1位だったんですけども、これ多分投票始まって2時間、3時間後ぐらいだったと思うんですけども、その時点でね。で、最終的な得票率はなんと 64% ということで、ダントツでございます。ダントツ1位で、富安がアーセナル10月の月間 MVP を受賞いたしました。富おめでとう。おめでとう。僕もね、富安系 YouTuber として、こう最近ね、富安の動画結構上げてますけれども、その集大成みたいなもんですよ。ここまで来たっていうのは。ということで今回ね、富安が10月、どのようなプレイをして、どのような内容で、10月の月間 MVP を獲得したのかっていう話をちょっとしてみたいと思います。というわけで、もうちゃんいないんで、ゴリさんとやっていきます。ゴリさん、よろしくね。サルチャンネル。多分皆さんに最初のインパクトを与えたのは、10月8日のマンチェスターシティ戦。天王山マンチェスターシティ戦だったと思うんですけども、まあ、これぶっちゃけ、今季最大の山場と言われていた試合ですね。なんたってアーセナルは8年間無勝なんですから。無勝。一度も勝ってない。一度も勝利してないわけですよ。このマンチェスターシティに。そんなマンチェスターシティ相手に75分、チェンコに代わって左サイドバックで出場した富安なんですけども、安定した守備で左サイド全面通行止めと。そして86分ですよね。突然前線に駆け上がり、パーティンのロングパスを頭で落として、でそれを幅さんがガビーに供給してガビーがゴールを決めたっていうところなんですけども、左サイドバック選手が、なぜあそこにトミーがっつって、とんでもなく駆け上がって、イーシャンテのパスを供給したと。まさにこの試合、キーマンとなったわけですね。というわけで、この難敵、宿敵シティを破った影の立役者として、トミーがまずファーストインパクトを与えたと。そして代表戦挟んで、10月21日のチェルシー戦でございます。スタンフォードブリッジで行われたアウェイのチェルシー戦なんですけども、まあ、前半ね、PK を与えてしまって、1-0 で先制されてしまったんですけども、まあぶっちゃけあのままあのスタンフォードブリッジだったら押し切られる可能性ありましたよね。守備がふわふわしていたというか、ぶらついていたというか。でそこで45分から後半突入とともに冨安が入って、一気に守備が安定して、まあ一発右からムドリクのあのふわっとシュートっていうのありましたけども、左サイドからの侵入っていうのは全面通行止めですよ。だよねゴリマン。おお全面通行止めしてたよ。そこからライスとトロサーモンがゴールを決めて、9戦無敗という無敗記録を継続いたしました。これも一人にですね、僕はもう、冨安の献身的な守備、これですよ。冨安が入ったことで、カチッとしました、守備が。皆さん安心したっしょ。サポが全員安心しました。それが冨安という存在。そして、ミドウィークに行われた10月24日、チャンピオンズリーグセビージャ戦ではですね、前線のランスに続いて先発出場。で、こちらも左サイドバックとしてプレーしました。で、これが守備のみならずですね、左サイドハーフ、まあ、冨安の前に、ライスが入ったんですけども、そのライスとの息の合った攻撃、息の合った連動で何度も何度も前線に顔を出すと。でライスが前行った自分が下がり、ライスが下がってきた自分が上がるという、あれは完全に日本人しか成し得ない空気を読むっていう力、
あんなさ、ライスがさ、好き放題行ったり来たり行ったり来たりしてたら、それはもう他の選手だったら大変ですよ。富安はきっちりその自分の中でルールを守って、ライスを立てるところは立て、ライスは下がったら自分が上がるという。これがですね、アンドレ・サントスだったら大変ですよ、これ。空気読めない選手だったら大変。ライスが上がったら自分も上がって、あーって、並走するみたいな。と一緒に上がって、あー、いや、あ、どうぞどうぞ、ジャンガ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 みたいな感じですよ。なんやったら、ライスがどうぞどうぞどうぞみたいな。で、アンドレ・サントス、ウィスって上がっていくみたいな。そんな感じになってましたよ。それをきっちりね、本当に空気を読む。富安だからこそできた難易度の高いコンビネーションだったと思います。それをやりきった。守備攻撃ともに8面6匹の活躍でですね、チャンピオンズリーググループステージでは一番の難敵だと思われていったセビーチャに競り勝ちましたと。そんな活躍もありですね、富安はこのセビーチャ戦マンオブザマッチを獲得しています。そして10月最後の試合となった10月28日のシェフィールドユナイテッド戦ですね、これは皆さんねご記憶に新しいところだと思うんですけども、富安は66分から交代してベン・ホワイトと交代して、今度は左ではなく右サイドバックとしてプレーしました。右車線は全面封鎖ということは当然のことなんですけれども、アディショナルタイム97分には5点目を決め、自身50戦目となるこの試合に花を添えました。よーうわっ、イエーイ、ドミドミドミ、え、ドミじゃない、ドミ、ドミじゃないの？よーし！そうなんですよ。富安はこのシェフィールドユナイテッド戦というのが自身50戦目となる節目の試合だったんですね。その節目の試合で自らのゴールで花を添えたと。もうもみくちゃですよ、これ。もうもみくちゃ。そしてね、これ何度も言ってますけど、このゴールは富安にとって本当に特別なゴールでした。富安が自身のインスタで綴ったメッセージがこちらです。このゴールを昨年亡くなった母に捧ぐと。昨年といえばですね、ずっとね怪我でなかなか結果を出すことができず、開幕すらも棒に振ったわけですよ。ようやく出たと思ったらワールドカップ前にまた怪我で、本人的にはものすごいもどかしい日々を過ごしていたと思うんですよ。もどかしいところの騒ぎじゃないですよね。もう一番落ちてた時期だと思いますよ。そういうタイミングでお母さんが亡くなってしまったっていうことで、フィジカルだけじゃなくメンタル的にもどん底の状態だったと思うんですよね。で、富安っていうのはメンタル的にはあまり強い選手じゃなかったんですよね。で、遠藤も言ってましたね。富安はネガティブに捉えすぎると。あいつ気持ちが弱いんですよって。で、富安本人もインタビューで答えてるんですよね。俺のミスは俺のもの。あいつのミスも俺のものっていうふうに考えてしまうっていう。どん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 悪い方に全てのものを抱え込んでしまうっていう、富安っていうのはそういう性格だったので、どんなどん底まで落ちてしまったかっていうのは想像に難くないですよ。あんなに真面目な富安ですよ。昨シーズンね、自分がプレーできないせいで優勝を逃してしまったんじゃないかとか、今自分がプレーできないことによっていろんな人に迷惑かけてるんじゃないかとか、サポーターを失望させてるんじゃないかとか、多分いろんな思いが渦巻いてたと思うんですよ。そんな中でさえのお母さんが亡くなったっていうこともあって、そんな富安がですよ、そんな富安がついにどん底から這い上がってきたわけですよ。その復帰をそばでずっと見守っていたメンバーがいるわけですよ。俺はね、それがこの笑顔に現れたんじゃないかなと思うわけですよ。そんな富安が獲得した月間 MVP ですよ。誰も異論ないでしょと思うんですけどね、思うんですけど、ちょっとね、こんなコメントいただきましたんで一応お伝えしておきますと、日本人の組織票やろというね、コメントね、私ツイッターでいただいたんですけども、一応これにちょっと反論させていただきますと、世界人口何人いる思てんねん。世界人口、80億人ですよ、80億人。80億人の8割がグーナーだってのに、日本人の組織票で決まるわけないやろと。80億人の8割やから、64億人はグーナーなわけですよ。日本人のグーナー何人いますか ?1 億人ぐらいでしょ。64分の1ですよ。そんな組織票で決まるほど甘くないって。そんなに世界は狭くないって。そんな組織票で決まるんだとしたら、もうとっくにジャパンツアー来てますって。なんで来てないの？ここ10年近く。一度も来てないよ、日本。一度も。こんだけ組織票あったら来てるでしょ。だから富安入る前は組織票なかったとしても、富安入ってもう2、3年経ってますよ。去年ぐらい来ててもいいでしょ。というわけで、富安おめでとうっていう世界の声を、皆さんにご紹介したいと思いますよ。アーセナル公式にぶら下がっていたコメントを読ませていただきます。グーナー・クリスさん。あ、この人有名な方ですよね。Absolutely majestic baller. Well deserved.
威厳を兼ね備えた選手、この獲得は当然と。ありがとうございます。で、FR ソーセスさん、 Well deserved トミー、また出ました Well deserved。 この Well deserved っていうのは当然のことであるっていう意味なんですけど、まさにそらそうよと、そらそうよトミーということですね。ガンさん、俺はこの男が大好きだ、彼は試合ごとに左サイドバックとしてでかくなっていると、ちゃんとしっかりポジションとして、そのロールを身につけてきているということを評価してくださっております。で、フレンチグーナーさん、フランスの方かな、 Take it Hiro Tomiyas、 タケヒロ富安はヒーローになったね、タケヒーローですからね。オフィサー MUFC さん、ここだけの話、週末の入滑走戦は左で先発することを願っている。ようやく富安への先発待望論、この世界からも出てまいりました。日本人はね、ずっとなんで富安先発じゃないの、なんで富安先発じゃないのっていうね話ありましたけれども、ようやく出てきました。そして、サンデードミニコさん、ナイスワンということでね、ナイスワンっていうのは僕がハリーパイセンの1000倍特許だと思ってたんですけれども、ナイスワンしっかり使ってらっしゃる外国人の方いらっしゃいました。ナイスワン。アブドバシットザビッグアセットさん、トミヤスは俺たちの日本の戦士だ、 Our Japanese Warrior。 そしてこんなもありました、トーミネーターね、ターミネーターにかけてトーミネーターということで、いや本当だよね、これトーミネーターですよ、トミーに狙われたらもう逃げらんない、一撃食らわせられるまで逃げらんないっていうトーミネーターですよ。トーミネーターでフラッグできそう、バナーできそう。そして最後、ガナーズデンさんという方から長文いただきました、読ませていただきます。富吉さん、間違いなく月間 MVP に値する選手だ、彼は選手の中で最も成長し印象的な選手だった、彼こそがタイトル挑戦に必要な資質と強みの体現者である、今回彼はプレーのチャンスを自ら掴み取り、それを最大限生かした、彼は今明らかにバックラインの一番手の選手の一人だ、おめでとうトミー。いや本当にトミーさんの何がすごいって、このチャンスを自ら掴み取ったってことですよ。テタさんもね、怪我明けだっていうのもあるから、大事に大事に使ってたっていうのもあると思うんですけど、その大事に大事に使ってもらってた時にそのチャンスを掴み取ったって、結果を出した、結果を残したっていうのはめちゃめちゃでかいと思うんですよね。だからもう無条件で僕はおめでとうって言いたいですよ。ということで、世界の数々の賞賛の一部ですよ、これ。もういかがだったでしょうかと。その中でもよく見受けられたワードが、well deserved、当然というワードですね。日本人はね、もちろん当然当然って言ってましたけど、こういった外国人の人に言ってもらえるっていうのは、俺もね、富心の一人として、もう喜びのひとしおなわけですよ。っていうかね、日本人の皆さんは分かってたと思いますけど、富安がこうなるのは必然でしたよ。むしろ遅すぎた。だって考えてみてくださいよ。合流して2日で先発出場、デビュー戦で結果を出して、3戦目のトッテナム戦でマンオブザマッチですよ。もう右車線全面通行止めして、孫フンミン盗撮、孫フンミンを全部 U ターンさせて、マンオブザマッチですよ。そもそも、左、右、真ん中、すべてのポジをこれぐらいのクオリティでプレイできる選手なんて他にいませんから。世界広しといえど富安ぐらいプレイできる選手は何人いますかって話で。こんだけユーティリティの選手いませんよ。こんだけのクオリティでできる選手いませんよ。アーセナルにとってはただの唯一無二ですよ。そんなポテンシャルモンスターの富安にブレーキをかけてたってのが怪我じゃないですか。勝負の世界にイフもしもっていうのはまあタブーですけども、もし富安が怪我をしてなかったらスタメン維持したまま秒でここまで来れてたはずですよ。そうでしょ。そう、彼の一番の敵っていうのはシティでもリバプールでもなく、最大の敵は怪我なんですよ。怪我。そんな彼がついに100分プレーできるまでなって、そして完成形にまた一歩近づいたっていう、そのタイミングでこの月間 MVP ですから、これはきっとね、富安の大きな後押しになってくれるに違いないと思うわけですよ、僕は。で、もう最近見せてくれてる積極的な攻撃参加、そして先日ついに念願の初ゴールまで決めて無限の可能性を見せてくれたトミュスーパートム、そんなトミュスが今後俺たちにどんな高みを見せてくれるのかっていうのは心から楽しみでなりません。もちろんね、なぜ来週じゃないのっていう声もね、見受けられますよ。そりゃそうですよね。シティ戦でももう超躍動して、チェルシー戦でも1ゴール、シェフィールドユナイテッド戦でも1アシストっていうね、もう大車輪の活躍してるわけですから、それはライスが選出されても全く何らおかしくないと思います。なんやったら、他のクラブだったらもうライスだと思う。そんな中で富安が選ばれたっていうのは、僕はアーセナルっていうクラブが持つ独特の世界観というか、独特の価値観だと思ってます。で、今回ね、富安っていうのは、まあ数字的に言うと、264分プレイして、4回のインターセプト、12回のリカバリー、8回のデュエル勝利、149本のパス成功という、まあ、数字は残してるんですけども、もしかしたらもうライスの方がいい数字持ってるかもしれませんよね。なんですけど、今回ね、それでも富安が選ばれたっていう理由は、
残した数字っていうのもさることながら、インパクトですよね。インパクターとしてのインパクトを世界中に与えたっていうことだと思います。何も先発してる選手だけが選手じゃないんだと、ちゃんと抑えリリーフとして活躍してる選手も評価すべきであると、そういう価値観、その短い時間の中できっちり結果を出してるんだっていうことも僕はね評価されたと思うんですよね。で、何より左右ど真ん中っていうありとあらゆるポジションで最高峰のプレーをして、影日向となってチームを支えてくれてたわけじゃないですか。いわゆる献身ですよ。献身的な動きでチームを守ってくれてたわけですよ。そんな冨安が後ろにいるからこそ、控えてるからこそ、みんな前線で自由にプレーできてたわけですよ。なんやったら今回は自分も前に出てゴールを決めた、イージャンテンのアシストを決めた、もう全てにおいてインパクトを与えたと、そういった献身という数字には見えない部分を世界が評価してくれた。そして冨安ようやく100分プレーできるようになった。フルタイムで2試合プレーできるようになりました。なんやったら100分ピッチに立ってたわけですよ。あの冨安がですよ、20分30分で照りってた冨安が100分プレーできるようになったと、そういった冨安に対する今後の期待っていうのも今回の MVP に表れてるんじゃないかと思うわけですよ。そういう数字には見えない部分を評価して、クラブのために戦ってくれる選手を温かく包み込んでくれるっていう土壌がアーセナルっていうクラブにはあると思うんですよね。つまり愛ですよ、愛、愛なんですよ。これまでも愛に包み込まれてきた選手っていっぱいいるじゃないですか。サンティ・カソルラだったり、ジャック・ウィルシャーだったり、そしてアブディアビだったり、みんなずっと待ってましたよ。怪我した選手のことみんな評価してましたよ。怪我してピッチに出なくてもずっと評価した。で、ピッチに出たらもう拍手で迎えてましたよ。アブさんなんて何年待ったよ。ディアビ何年待った。最終的にまともなプレーできなくて、でもうディアビ的にももう俺も限界ですっていうような形でチームを去ったんですよ。そんな選手をずっと待ってましたよ、サポーターは。だから数字じゃない部分、人としての部分を評価してくれるクラブっていう、そういう土壌が僕はアーセナルにあると思ってますよ。その結果が今回の冨安のマン・オブ・ザ・マッチだと思ってます。もちろんちゃんとしっかり数字も残してますよ。残したプラス愛、そういう意味で今回ね冨安獲得できたと思うんで、本当におめでとうございますと言いたい僕は。それが世界に認められたと思ってます。というわけで冨安月間 MVP おめでとう。 Well deserved、 君にはその価値がある。冨安また新たな高めを見せてくれると思いますんで、俺は一生ついていく。カイムガラス、さあでした、バイ。